ちゃん今年の最後のお散歩よ。そうだよ。お散歩始めよ。2023年散歩納め。来年は何年ですか？あぶね。辰年。辰年？ドラゴン？ドラゴン。おお。ドラゴンか。最後のゴロスリ。2023年ゴロスリ納め。納めやな。よし。あ、ちょっと短めやったね。勉強していいの？2023年惜しんどるんや。あ、この1年も楽しかったなって、山口に来れてよかったなって、ここは平和だって。車が全然来ない、ね、昔はね、迷ったところは車通りが多いところやったから、1回のお散歩で人と車に会う、うん、会わんことの方が多い。マジで人に会わんよね。あの、うん、コミュ障の私にとってはすごく快適よ。コミュ障な、私コミュ障ですよ。でしょ。じゃあ2023年終わりや。楽しかったどうなんね、どうなん、楽しかった、あ、楽しかったの、うん、うん、パパに前触るんよね、パパありがとうって、楽しかったよって、もういいや、大好きなものいっぱい囲まれて、ちょっと見たね、ちゃうこれだねこれ直しそうや、直す？なんか雪だるまさんが生きとるわ。こらついた雪だるまやろ。ちっちゃ。スタンバった。かわいいやろ。ちっちゃ。お腹ないでちょうだいんよ、うちは。な、ぎょうぎょうしいのいらん。かわいいやろ、さくちゃん。鏡餅と芸春。あ、違う、初春。初春？あとが待っとる。食べたいね、さく。ねえ、さくちゃん、これ一緒に年越しそば食べようや。一緒に食べよう、年越しよう、塩そば食べよう。おそばね。あ、まだよ。さっちゃん今年お利口さんやったけん、このおそばがあるんよ。あら、抜けかけしようとしようよ。さっちゃん、ママ呼び行こう。ママまだって。どん兵衛やけど、最強どん兵衛やからね。うん、美味しいらしい。よし、たく、食べよっか。食べれるかな。ちょっと切ってあげた方がよかったかな。大丈夫や、いいね、柔らかいね。うん、かまぼこだ。さちゃん、かまぼこ初めてやない？ねえ。はい、一緒に持って帰る。おいしいね、さくちゃん。よし、お出汁が効いとるや。あ、お肉や、お肉大きいね、ちょっと。これ美味しかった？おしこしそば去年食べてないね、それ。あちゃん、おそば美味しかった？年越しそばやってね、また来年よ。あちゃん、実は来月で3歳やん。もう3歳とか早いね。兄さん、慣れよる？日付変わるんやないもん。あちゃん、日付変わる？変わったよ、変わった。あ、変わった。開けたよ。あ、どこ行った？あちゃん、年明けたよ。あ、おめでとう。おめでとう。あちゃん、おめでとう。あちゃん、もう今日は寝るよ。なんかすごい元気になってしまったけど。奥に入ってた。あけおめ、大ちゃん、おはよう。ママ起こそう。ママ、あけおめって。ママ、あけおめ、ママ、あけおめ、ママ、あけおめって、あけおめ。昨日お蕎麦やったけど、次はお雑煮。ちょっとこれ温めるけど待ってね、さくちゃん。みんなでお雑煮食べよう。お待たせしました、さくちゃんのお雑煮です。あ、まだよ、食べちゃダメよ。みんなで食べるんよ。あ、こらこらこら、いる？さくちゃん、大根湯がいてくれたよ、ママ。あ、待って、大根投入やったね。
柔らかいね、大根が。うん、だいぶ煮込んどるけ。これ何？でお餅みたいなやつ。なんかこんにゃくやな。お餅をイメージしたこんにゃく。これ持っとくのむずいわ。椎茸とか人参とか鶏肉もあったね。おいしいね。あ、またまたこれいいよいいよ。はいちゃん、宝くじ開けよっか。宝くじの結果を確認しよう。タクが選んでくれた売り場のおじゃです。社長おいで。あ、じゃあうまいっすね。全盤終わったね。全盤終わり？終わったね。これよ。これだけ。6。お得やん。6。300円。あ、元1枚取ったよ。結果が出ました。はい、当たったのはこの2枚。うん、600円です。しょうがない。たくちゃんダメやった。たくちゃん残念やったね。なんかドーンって当たってなんか美味しいもん食えるかと思ったけど、そう甘くはなかったね。あんた6000円は行き過ぎよ。初心者が初心者がビギナーズラックなんか信用して6000円も行くからこんなことになるんでしょうよ。つらい。やりたいこと。タクと一緒にってこと？そうもちろん。 SNS でつながってる人とか知ってる人とかと会って一緒に写真を撮りたい。お、山口県の近くの人ってことか。そうやね。か私たちがどっかに出張するでも。出張？どっかに遊びに行った時に来たりする人とかでもいいし。うん、なるほど。まあ、サクが声散らかして一緒に写真を撮ってくれるかっていうのね。サク絶対吠えるよね。サクが吠えるけどそれでもいいって人と撮って、それでも大丈夫だよっていう人といい写真とか一緒に撮りたい。お友達になってほしいね。サクさん旅行に行きたい。あなたは？うん、うん、あの山口を拠点に、うん、ちょっと東を攻めたいね。私というと東京側か。そうやね。広島、岡山、島根、鳥取、うん、ぐらいを今年は攻めてみたい。脅したとして。